こっちょりの例、こっちょり、または、ちょれぎは、白菜や、レタスなどの野菜を塩で、浅漬けや塩もみ、もしくはカットのみで、唐辛子の入ったタレであえた韓国料理。日本では、即席キムチ、こっちょりキムチと呼ばれることもある。外見からキムチに分類されることが多いが、調理法から、サラダや和え物に分類することもできる。保存を目的としたキムチではないため、長期の漬け込みは、 行われず、一般的なキムチよりやや薄味となっている。発酵させていないので酸っぱくなく、場合により素で酸味を出す。また唐辛子粉を使わず、辛味、塩味、甘味、旨味のバランスが良い調味料であるコチュジャンをベースとして使用することもある。日本では、朝鮮におけるこっちょりに当てはまらないもの、例えば生野菜に、朝鮮風のドレッシングを使用したサラダを、 チョレギサラダと呼ぶことがある。こっちょりという名が日本ではあまり定着していないため、こっちょりの製法であってもキムチと呼ばれることも多い。料理店で出される追いキムチは実際は追いこっちょりであることが多い。また、古くから瓶入りで売られているキムチの元は実際はこっちょりの元である。日本においてはチョレギサラダが知られているが、本場韓国のこっちょりとは、 やや違った料理となっている。日本のチョレギサラダは生のレタスやサンチュにドレッシングをトッピングしているものが多い。韓国では必ず辛い味付けになるが日本では辛くない韓国風ドレッシングの場合もありチョレギソースと称した全く辛くないドレッシングまで市販されている。この料理を大韓民国におけるソウル標準語ではこっちょり呼びチョレギは継承北道もしくは 国流交渉の方言である。チェレギという発音もある。チョレギという言葉は日本では商品名とともに広く知られるようになったが、韓国では一部地域の方言なので、一般的ではなく、縮みなどと同様、この言葉を知らない韓国人も多い。常日のように単なる朝鮮風サラダをチョレギと呼ぶのは、本来の朝鮮語の用法からすると不正確な用法だが、 この言葉が料理名として次第に浸透しつつある。チョレギという朝鮮語を冠した料理が各地の朝鮮料理店で供されたり、チョレギを冠したドレッシングが各社から販売されている。ありがとうございます。